くもくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピは香味だれでさっぱりおいしいきのことサーモンの漬け丼です。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。サーモンは一口大に切っていきます。大葉は千切りに、白ネギはみじん切りにしていきます。ぶなしめじは根元を切りほぐしていき、エリンギは長さを半分にして放射線状に6から8等分に切り分けていきます。そしたらキノコを耐熱容器に入れて、ふんわりとラップをかぶせ、電子レンジで2分加熱したら粗熱を取っていきましょう。次に漬けだれを作っていきます。耐熱ボウルにみりん小さじ1、酒小さじ1を加え、ラップをせずに電子レンジで40秒加熱していきましょう。そこにみじん切りにした白ネギと醤油大さじ2、すりごま小さじ1、おろしにんにく小さじ1、おろし生姜小さじ1とごま油小さじ2を加えてよく混ぜ合わせていきます。先ほど切ったサーモンとキノコを入れてよく和えていきましょう。ここで今日のポイント。キノコを加えることで旨味、食感、食べ応えがアップ。低カロリーなキノコでかさ増しすることで満足度の高いヘルシー丼になりますよ。次にラップに具材を密着させて、冷蔵庫にしばらく置いていきます。そしたら丼にご飯を盛り、タレにつけたサーモンとキノコを乗せていきます。最後に真ん中に大葉を乗せて、卵黄を落としたら、こちらでキノコでかさ増しキノコとサーモンの漬け丼の完成です。香味だれの香りがよくさっぱりしているので、暑い夏でももりもり美味しく食べられる丼です。卵黄を絡めながらお召し上がりくださいね。皆さんぜひ作ってみてください。本日のキノコ図鑑、長野県中野市はエノキタキの生産量日本一のキノコ王国。産地がお届けする中野キノコ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ。ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしい